5月2日は、グレゴリオ歴で年始から122日目にあたり、年末までは、あと243日ある。日本の、第1回命令開催世界初のジェット旅客機、コメット、イギリスで修航ロシア皇帝、エカチェリーナ2世誕生。オットピオートル3世を、クーデターで追放し女帝となる、ロマン主義詩人、ノバーリス誕生。シオニズム運動を起こした一人。 テオドール・ヘルツル小説家、樋口一葉。カーボンナノチューブを発見した、物理学者、科学者、飯島住夫レオナルド・ダ・ヴィンチボーツ。生涯独身であった。画像のドミニク・アングル、レオナルド・ダ・ヴィンチの死で死の床のレオナルドを抱いているのは、フランス王、フランスは一世。横須賀造兵賞の建設など日本の近代化を支援した、フランス人技術者レオンス・ベルニー。 画像は彼を記念したベルニー公園。ブラジルの教育者、パウロ・フレーレ。ブラジル人の大多数を占めた非識字者の生活改善のため識字教育を行ったが、1964年のクーデターによって成立した軍事政権によって国外追放された。88夜。ありがとうございます。